今回は大津町、菊陽町、甲子市で東熊本市になっていたら九州最強の20万未満都市だった説の動画をお送りしていきます。平成の大合併の時の構想に菊陽町、大津町、甲子町、西甲子町で東熊本市というものがありました。それは実現することはありませんでしたが、今回は妄想合併で実力を検証していこうと思います。ちなみに甲子町と西甲子町は今は甲子市になっています。果たして菊陽町に半導体世界大手の TSMC が選んだベースとなる東熊本エリアの実力はどんなものなのか、今回も人口だけでは測れない様々な都市データをランダムに対戦させていく論与証拠の10連戦で実証していきます。1試合目、商業年間商品販売額は都城市が高い、小売業従業員数は都城市が高い、人口密度は東熊本市が高い、農業畜産は都城市が圧倒的、製造品出荷額は東熊本市の勝利、農業産出額は都城市が強い、都城市の快勝です。15点差の2位は東熊本市。農業まで日本最強クラスの都城市や商業力もあっては強力すぎました。それでも東熊本市は安定と製造業なので2位は確保しています。2試合目、農業甲子は八代市が強い、昼間人口密度は東熊本市が高い、昼間人口比は都城市の競り勝ち、課税対象所得は東熊本市の競り勝ち、製造業現金給与総額は東熊本市が強い、財政力指数は東熊本市が高い、東熊本市の勝利です。10点差の2位は都城市。課税対象所得や財政力指数がすでにトップ、人口密度も福岡県飯塚市より上を行き東熊本市が勝利しています。3試合目、サービス業売上は都城市が高い、商業従業員数は都城市が高い、製造業アラフカ価値額は東熊本市が高い、建築床面積は東熊本市が高い、人口増加率は東熊本市が異次元、インフラ業売上はデータ不足、都城市の競り勝ちです。わずか1点差の2位は東熊本市。人口増加率が東熊本市の一人勝ち状態、同じ熊本県でも新幹線で便利になったはずの八代市の差は歴然となっています。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点10、2位は勝ち点7、3位は勝ち点4、4位は勝ち点2、5位は勝ち点1、6位は勝ち点0で計算していきます。好調スタートを切った都城市と東熊本市の2強状態、諫早市が追う展開、八代市は勝ち点が遠いです。4試合目、小売業年間商品販売額は都城市が高い、小売点数は都城市が高い、年商人口比は東熊本市が高い、製造品出荷額は東熊本市の勝利、商業年間商品販売額は都城市が高い、農業産出額は都城市が強い、都城市の圧勝です。18点差の2位は東熊本市。商業力で都城市が圧勝、東熊本市も年商人口比と製造品出荷額で圧勝して2位は確保しています。5試合目、果樹市人口密度は飯塚市が高い、果樹市昼間人口密度は飯塚市が高い、課税対象所得は東熊本市の競り勝ち、人口密度は東熊本市が高い、製造業現金競争額は東熊本市が強い、ゴミのリサイクル率は八代市が高い、東熊本市の勝利です。8点差の2位は飯塚市。人口密度対決が3つにもなったこともあり、飯塚市が躍動するも課税対象所得と製造業で東熊本市が勝利しています。第5試合終了時点の順位、東熊本市が首位に浮上、八代市は勝ち点を取るも最下位脱出はなっていません。6試合目、歯科診療所数は飯塚市の僅差勝ち、実質交際比率は都城市、商業従業員数は都城市が高い、農業畜産は都城市が圧倒的、出張数は東熊本市が高い、卸売業年間商品販売額は都城市、都城市の圧勝です。27点差の2位は東熊本市。東熊本市の出張数が今の日本では珍しく総人口の100分の1を超えています。第6試合終了時点の順、都城市が首位を奪回、東熊本市は2位に後退しています。7試合目、医療福祉売上は都城市の僅差勝ち、経常収支率は気にします、商業年間商品販売額は都城市が高い、製造業アラフカ価値額は東熊本市、財政力指数は東熊本市が高い、小売業従業員数は都城市が高い、都城市は接戦を制しています。3点差の2位は東熊本市。製造業アラフカ価値額や財政力指数で圧倒する東熊本市ですが、勝負は商業の都城市の勝利となりました。第7試合終了時点の順、地味に順位争いに無縁な諫早市は7回連続3位というのもすごい記録です。8試合目、製造業現金給与総額は東熊本市が強い、
製造業従業者数は東熊本市の勝利。生活関連娯楽業売上は都城市が強い。小売店数は都城市が高い。一般病院数は都城市が高い。建築工事費は東熊本市が高い。都城市の勝利で5点差の2位は東熊本市。病院数と小売店数が少なすぎて東熊本市は都城市に届かず2位止まりでした。第8試合終了時点の順位、都城市が東熊本市の差を7に広げています。9試合目、建設業売上は都城市が高い。運輸郵便業売上は八代市が高い。小売業年間商品販売額は都城市が高い。卸売業年間商品販売額は都城市が高い。複合サービス業売上はデータが足りません。小売業売り場面積は都城市の勝利。都城市の圧勝です。26点差の2位は八代市。都城市は拠点都市の圧倒的商業力で圧勝。唯一運輸郵便業で上回った八代市が2位です。第9試合終了時点の順位、都城市の優勝が確定。八代市が4位浮上。最終戦、製造業アーフ価格額は東熊本市が高い。経常収支率は霧島市。加重地人口密度は飯塚市が高い。15歳未満人口は東熊本市が高い。卸売業従業員数は伊佐谷市の競り勝ち。15歳未満人口比は東熊本市。東熊本市の快勝。14点差の2位は伊佐谷市。製造業と燃焼人口などで強さを発揮した東熊本市が勝利しています。前10試合の最終結果が出ました。都城市勝ち点83、東熊本市勝ち点76、伊佐谷市勝ち点39、飯塚市勝ち点16、八代市勝ち点16、霧島市勝ち点13。東熊本市の挑戦は惜しかったものの、7回1位を取った都城市が九州最強の20万未満都市の座は譲りませんでした。東熊本市は3回1位、6回の2位で余裕の2位となりました。伊佐谷市は安定した3位力で余裕の3位、飯塚市は最後再び4位に復帰するも、5位の八代市、6位ながらポイントでは4位の霧島市とはほぼ互角の評価となりそうです。東熊本市は残念ながら1位とはなりませんでしたが、僅差の2位でした。これは菊陽町の TSMC の稼働前のデータのため、このエリアはこれからさらに燃焼人口が大人になった時の受け皿になることで、人口流出のない地域になる可能性を秘めていると言えそうです。最後に登場都市のデータを一気に全紹介しつつ、この動画を終えたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひとも高評価とチャンネル登録などよろしくお願いいたします。この動画に関する感想コメントやリクエストもぜひお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。